はい、どうも、よー、チャルです。うっす。はい、今回はですね、含み損を徹底予防する、エントリータイミングについて解説していきたいと思います。で、皆さん、含み損、嫌いですよね。僕も大嫌いです。はい、で、どのようにして、絶妙なそのエントリータイミングを測っていくかというところなんですけども、これは結論から言うと、1分足まで確認する。これです。1分足まで確認する。うん、どうですか皆さん、エントリーするときに、自分がエントリーするときに、1分足まで確認してますか、うん、おそらくしてない人がほとんどなんじゃないかなと思うんですよね。まあ大体はデイトレーダーの人が多いと思うんですけど、まあデイトレードであれば、例えば、まあ日足なり4時間足で環境認識をする。ね、じゃあまあ日足で環境認識をしたら、次1時間、まあもしくは15分足で、エントリータイミングを測っていく。ってやっていきますよね。このようにして、環境認識をする足、そしてエントリーを、実際に決めていく足。この2種類でトレードをしている人っていうのが圧倒的に多いと思います。これは決して間違っているわけではないんですけれども、もっともっとエントリーの精度をもう秒単位でね、絶妙なタイミングで入っていきたいと思うのであれば、全ての足を、ね、1分足も含めた全ての足を確認するのがマストです。マスト。まあ考えてみてください。1分足から月足まで全て1つのチャートじゃないですか。1つのチャートですよね。それをただ単に細分化していってるだけじゃないですか。ね。だから元は全部一緒のものを表してるわけですよね。だとしたら、絶妙なエントリータイミング、含み損になりにくい、エントリータイミングを追求するのであれば、それは1分足まで徹底的に分析をして、エントリータイミングを測っていく。もうこれにつきます。うん、で、実際にね、どうやっていくのかっていうところなので、今日の動画では、具体例をね、示しながら、解説していきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、ドル円で具体例を示していきたいんですけど、まずトレードする前に必ずやらなくちゃいけないのが、環境認識ですよね。うん、で、この環境認識も単一の一つの足だけを見るんじゃなくて、月足、週足、日足まで。ここまでは少なくともやりましょう。はい、じゃあまずはね、月足を見ていきたいんですけど、月足はですね、この赤い三角持ち合いを下抜けてきていますよね。なので、これをもって、下へのトレンドが強いんだなっていう、環境認識ができますよね。そしていろいろな水平線がここ重なってますよね。このゾーン、まあ、100円から101円のゾーンに非常に厚いサポートがあるということが分かります、うん、そしたら次週足いきますね。はい、週足を見ると、赤い三角持ち合いを抜けて、水色のこのラインの中でウェッジを形成しているのが分かりますよね。この中で下降トレンドを形成しているところというのが分かります。はい、そしたら日足に行きますね。これが日足になるんですけど、今回注目したいのがこの上髭のところなんですね。ここが、ちょうどですね、この水色の、トレンドラインを上抜いたんだけれども、戻ってきたところですよね。うん、で、このようにしてトレンドラインも、必ず効く、ぴったり効くわけじゃないですよね。だましも、起きてくる。で、こういう時に、他のテクニカル分析も見ることっていうのがすごい重要なんですよね。うん、で、この時、何のテクニカル分析が、意識されていたのか。これをですね、いろいろ、皆さんも自分で表示させてみる。いろんなテクニカル分析を。そして、何が効いてるのかなっていうのを確認するってことが重要です。そしたら、何のテクニカル分析がここで、レジスタンスとして働いていたのかっていうのを、ちょっと皆さん考えてみてください。まあ、実際に自分のチャート、表示してみて、いろんなテクニカル分析を、表示させてみて、確認してみてください。一回動画を止めて。はい、じゃあ答えいきますね。答えは、一目均衡表です。はい、これ一目均衡表を表示したんですけれども、上髭がですね、綺麗に、雲の、このボトムにタッチして、レジスタンスになっていることが分かりますよね。このようにして、月足、週足、日足ではですね、まずトレンドはどっちに向いているのかな、環境認識として、大枠の対極ですね、対極が果たして上なのか下なのかっていうのをまず判断して、今回の場合は対極が下なので、レジスタンスになり得るところっていうのを探します。ね、だから今回だったら、一つの具体例として、日足の一目均衡表がありますよね。例えばこの先、どこにドル円が上がってきたら戻り売りを狙えるかなって考えたときに、考えられるのは3つですね。まず1つ目が、この水色のトレンドラインに再び、チャレンジしてきたとき。下落したところから上がってきたところで戻り売りを狙う。もしくは、引き続きこの日足の雲。このボトムですね。このようにして、日足を引きで見ても、日足の雲。こいつが、レジスタンスとして働いているのが分かりますよね。まあ、基本的に雲の下にあるときっていうのは下降トレンド。雲の上にあるときっていうのは上昇トレンドです。そしてもう一つ考えられるのが、別の傾きで表したこの、紫のトレンドラインですね。こちらも一つ、売りのポイントとして、考えることができる。なので、ここからのドル円に関しては、今の3つのポイントでの戻り売りを狙っていくということになるんですけれども、ただ単に、今話したいずれかにタッチしたところ、ね、トレンドラインもしくは、雲、あるいは、もう一本のトレンドライン、そのどれかにタッチしたところで単純に売りで入っていいのか、これがダメなんですよ。この動画の趣旨っていうのは含み損の徹底予防でしたよね。なのでタッチで入ってしまうとどうしても含み損になりやすくなります。もちろんしっかりね節目が見えてれば、耐えて時間の経過とともに含み益が乗ってくるっていうことはもちろんあります。ただこの動画の中では、含み損の徹底予防を追求していきたいので、冒頭でも話したようにここから1分足まで全ての足を見ながら降りていきます。はい、そしたらですね、実際にこの日足の雲がレジスタンスとなって反転したところ、ここをですね回足で、追ってみましょう。今日足なので次4時間足に行きます。はい、こちらが4時間足なんですけど、でここで重要になるのは、オシレーターになります。オシレーター、さっき日足週足月足では、環境認識をするという話をしましたよね。対局の流れがどっちなのか、今のドル円は下ですね、かつ戻り売りのポイントとしてのレジスタンスはどこになるのか、これを測っていきました。で4時間足から下に関しては実際に転換が示唆されているのかどうか、シグナルが出ているのかどうか、それを見極めていきます。でそのために使うのがボリンジャーバンドと、RSI になります。でこれに関しては別にボリンジャーバンドじゃなきゃいけないわけじゃないし RSI じゃなきゃいけないわけでもないです、別に RCI でもいいし MACD でも大丈夫です、この動画の中では僕が、使わせてもらっているボリンジャーバンドと RSI で解説していきます。はい、じゃあ皆さんこの4時間足見てどうですかね。まず何より気づいておかなければいけないのは、ボリンジャーバンドの、これ3シグマのみを、表示してます。3シグマのみを表示してます。3シグマとマイナス3シグマですね。で4時間足で3シグマにタッチしてますよね。この黄色の丸、さっき日足で、一目均衡表の雲に、タッチしていたところ、ここが4時間足のボリンジャーバンドとも重なっているということは、これ反転の一つの、シグナルとして使うことができますよね。ただここで注意しておきたいことは、4時間足のボリンジャーバンドだけでトレードするのはダメだよということです。でなぜダメなのかっていうと、例えばボリンジャーバンドの3シグマに、この日初めてタッチしたのってここなんですよね、でもここで入ったら含み損抱えますよね。冒頭でも言った通りこの動画のコンセプトは、含み損の徹底予防なので、こういうところでエントリーするわけにはいかないんですね。なのでこれも、複数の足を見てるからこそ言えることなんですけど、ね、まず月足で、トレンドの方向を下で確認した。で日足で一目均衡表の雲を見ておく。で雲とこの4時間足のボリンジャーバンドが一致するところですよね。実際に日足の雲で反発したのはここなわけですね。なのでボリンジャーバンドだけで逆張りをするっていうのは非常に危険なんですね。トレンドが出るとこのようにして、バンドに張り付いて、どんどん、上昇していってしまう。これをバンドウォークって言ったりするんですけど、この危険性があるので、ボリンジャーバンド単体でトレードするのは、全く、その含み損を予防する上では全く重要じゃないです。なので日足の雲を見ておきながら、4時間足もボリンジャーバンドの3シグマに、タッチしてきたなと、ね、そこでもまだ落ち着いて見ていられるかが重要だし、もっと言えば1時間足以下ですね。4時間足の次は1時間足ですよね。その1時間足以下をまた見ていく必要があります。トータルで見てエントリーに値しているのかどうかっていうのを判断する必要があるということですね。はい、じゃあ次は1時間足を見ていきます。はい、これが1時間足になるんですけれども、1時間足見てみると、日足の一目均衡表に、の雲にタッチしたのが、ここですよね。で、ここでまだ入らず、しっかり転換のサインを見極めていくことが重要ですね。実際にこの、タイミングであれば、日足の一目均衡表の雲にタッチしました。4時間足の3シグマに、バンドウォークしてます。で1時間足ではどうなのか。で1時間足で見るとタッチしたこの水準で考えると、まだまだ上昇トレンド継続中ですよね。こういう形で RSI を見てもしっかりここ上がってる真っ最中ですよね。したがって含み損を徹底的に予防するっていう意味では、ここではまだエントリーができない。そしたらここで1時間足の何に注目すればいいかっていうのをちょっと皆さんね、一回動画止めてもらって、この動画のコメント欄に、書き込んでみてください。これは気づいてほしいですね。はい、答えは、ダブルトップになっているという点です。ここが、ダブルトップになってますよね。そしてそれを、RSI で確認してみるとこのようにして、高値を切り下げてますよね。実際のローソク足に関してはほぼ面ですよね。同じの高さにあるダブルトップなわけなんですけど、下のオシレーターである RSI を見てみると高値が切り下がってる。なので、ダイバージェンスが、起きてると考えることができます。で、反転のサインってどういうものがあるのって、感じると思うんですけど、これは基本的に3つあります。1つ目が、ダイバージェンス。そして2つ目はチャートパターン。3つ目はブレイクワンタッチになります。で、実際に1つ目の、ダイバージェンス、そしてチャート、2つ目のチャートパターンに関しては、こちらの具体例でも出てきてますよね。で、3つ目のブレイクワンタッチが出る場合もあるので、そちらに関しては、反転のテクニカルの、種類と、その実際の、活用方法に関して、解説した動画もあるので、そちらは、下の説明欄に貼っておきます。さあ、1時間してダイバージェンス、そしてチャートパターンが出ていると。で、こっからまだ焦らずに15分足、5分足、1分足と見ていきましょう。はい、そしたらこれが15分足になるんですけれども、1時間足でも見た、ダブルトップっていうのが、15分足でも、見て取れますよね。で、ここからは少しレベルの高い話になってくるんですけど、1時間足でダブルトップができる、完成する前に、15分足で、その1時間足での、ダブルトップの、完成を感じ取れるか。っていうのが大事になってきます。で、そのために大事になってくるのが、このダイバージェンス具合ですね。ダイバージェンス具合。15分足でも RSI を見てみると、高値を切り下げてるんですけど、1時間足の時と比べて、切り下がり具合っていうのが、傾きが急ですよね。なのでこれは、短期足で見て、より下落率が上がってるってことを、表してます。で、このトレンドの転換っていうのは、まあ今、上に行ってたものが下に転換しようとしてるわけじゃないですか。ダブルトップでね。で、転換するときっていうのは、これは1分足から転換して、でそれが5分足に波及して、5分足が転換したら、それが15分足に波及してっていう形で、下からどんどん上に上っていくわけですね。したがって、1時間足の、反転を示すテクニカルですね、チャートパターンであったり、そのダイバージェンス、あるいはブレイクワンタッチ、それらの反転テクニカルの形成を15分足以下で感じ取っていく。これが重要になります。で、1時間足の1本のローソク足を4本に分解したのが、この15分足ですよね。で、1時間足にもう一回戻った時に、ダブルトップが完成した時の、ローソク足っていうのが、このローソク足になるわけですね。じゃあ、このローソク足を15分足で、見てみましょう。15分足で、今の1時間足のローソク足を見てみると、この4本になるんですね。この4本。なので、この4本が形成される途中で、あ、1時間足でダイバージェンスしそうだなっていうのを感じ取る。で、今15分足で見て、この中をさらに5分足、1分足で分解してみましょう。そしたらこれが5分足なんですけど、先ほどから見てるダブルトップっていうのが、ここのダブルトップですよね。で、ダブルトップを形成する過程で、このように、高値を切り下げていってるわけなんですけれども、一回ここで吹いてますよね。上髭で。で、ここなんですけど、ここの、上髭ですね。で、これっていうのが、この、緑のトレンドラインに対するブレイクワンタッチになってます。短期の5分足のこの、この2つ目の、ダブルトップの、2つ目の山のこの上昇ですね。これっていうのは、このトレンドラインで表すことができますよね。で、このトレンドラインを下にブレイクして、ワンタッチしてから、まあ、ワンタッチ、ツータッチしてからの下落ですよね。なので、5分足で、この、さっき説明した、反転テクニカルのうちの1つ。ブレイクワンタッチが観測できると。そしたら最後、この5分足で見たこの2本の上髭のところですね。これを1分足で確認してみましょう。はい、これ1分足にしたんですけど、さっき5分足で見た2本の上髭っていうのがここのところなんですね。で、ここを見てみると、ブレイクワンタッチ、1分足だと綺麗に実体ではまってますよね。で、かつ、オシレーターを見てみてください。このようにですね、高値は更新してるんだけれども、オシレーターでは安値が、ごめんなさい、高値が切り下がってますよね。なので、これはダイバージェンスが起きてるというところで、ここでのエントリーっていうのは綺麗になるよねと。はい、そしたらね、今、月足から1分足まで、このドル円の反転ポイントを、一緒に確認していきました。今これ表示してるの日足なんですけど、すべてはこの一目均衡表の雲にタッチしたところから反転が始まりましたよね。そこで買い足の4時間足を見てみると、3シグマにバンドウォークしてる。タッチした後バンドウォークしてると。で、1時間足ではこの時ダブルトップを形成しそうになってきているタイミング。で、そこで買い足を見てあげることですね。勝負は、1時間足が確定してダブルトップだなって分かる前、手前です。で、そこで15分足の形成を、見てあげる。実際に確定したのがこの足ですね。1時間足が確定したのが15分足のこの足。なので、これが確定する前に予兆してあげる。5分足を見ると、ダブルトップの、2つ目の山。本来上昇トレンドが続くのであれば、ね、1つ目の山を作って2つ目の山で高値を更新していかなきゃいけないですよね。でも、高値更新ができずにブレイクしてきた。ここで一つブレイクワンタッチが起こるかを見ていく必要がある。そして実際にブレイクワンタッチしてきたところ、ここ。このタイミングで1分足を見てあげる。そうすると綺麗に上髭のところがブレイクワンタッチになっていて、かつそこでオシレーターがダイバージェンスを示している。このような形でエントリーするかを判断するときに、全ての足、環境認識するときも突き足を、週足も見ておきたい。そして何より1分足ですね。1分足まで見れているかどうか。おそらくですね、ここまで動画を見てくれてる皆さんの中で、ここまでエントリーのタイミングっていうのを精査してやれてる人ってほとんどいないと思うんですよね。ただ裏を返せばそれは伸びしろですよね。伸びしろですよね。うん、で、もちろんね、この動画を見たすぐ後から、もしくは明日からすぐにね、試してみてほしいんですけど、実際に自分がやってみるとやっぱりすごい難しいです。すごい難しいです。僕も、もちろんまだまだ修行中です。なので、特に初心者の人は、自分が特に見慣れてるチャートで、ぜひね、試してみてください。まあ、ドル円だったりユーロドルが、多いんじゃないかなと思うんですけどね。うん、で、その際に、エントリーポイントを1分足までしっかり見て、絞って、待って入ったのであれば、ここで僕は何言いたいか分かりますかね。ちょっと一回皆さん動画止めてもらって、コメント欄に自分の考えを書いてみてください。この動画の趣旨っていうのを、しっかり考えてもらえれば、今から僕が言いたいことっていうのは分かるはずです。じゃあ答え言いますね。答えは、逆差しね、損切りの注文は近くに置きましょうねということです。これがさっきの1分足なんですけれども、もうここで、この丸のところでエントリーしたのであれば、損切り注文に関してはもうこの直近高値、もうここで十分ですよね。ここで十分ですよね。うん、でもしこの、エントリー、ね、ダイバージェンスもしっかり起きてた、でもこれが否定されたのであれば、また入り直せばいいですよね。ここまで見定めたからこそ、1分足まで降りて見定めたからこそ、安心して早く損切りができるってことなんですよ。まあ、今回ね、解説させてもらった、このもう1分足まで、もう全ての足を見て、エントリータイミングを測っていく。1秒単位で測っていく。これを皆さんもぜひ使ってみて、含み損になる時間をなるべく短く、そして、含み損になって逆行していった場合は、早く損切れる、このエントリーっていうのを、マスターしていきましょう。今回の動画が、勉強になったよとか、あ、もうすぐに使ってみるよっていう人はね、ぜひいいねボタンを、押してもらえると、嬉しいです。引き続きね、これから FX を頑張っていきたいという方向けに、有益な情報っていうのを、アップしていきたいと思いますので、登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはですね、YouTube の中でメンバーシップというコミュニティを、やってるんですけれども、なかなかね、FX 頑張ってるんだけど、うまくいかないっていう人のために、やらせてもらってるんですけれども、今この動画を撮ってる時点で、770名以上の方に、参加いただいてます。メンバーさん向けの動画っていうのを、毎日更新して、相場感ですね、の解説をさせてもらっているのと、あとは僕が実際にエントリーしている、ポジションも、公開させてもらっているので、興味があるよっていう人は、ぜひ下の説明欄の、リンクから参加してみてください。はい、ということでね、動画も撮り終えたので、後ろの煉獄杏寿郎と、またゴートレに行っていきたいなと思います。なんか今日はね、足トレをやりたいって言ってて、スクワットとかやりたいって言ってるんですよ、煉獄ちゃんが。足トレって嫌いなんですよね。まあでも煉獄が言うんだからしょうがないからね。よもやよもやだということでね、まあ、映画を見に行ってない人はね、早く見に行った方がいいんじゃないですかということで、あとね、約束のネバーランドね、すっごい今ハマってて、漫画は今までもう人生32年生きてきましたけど、一番面白いですね。いやもうマジでびっくりしてる。しかもなんかめちゃくちゃすげえなんか長いわけじゃないじゃないですか。にもかかわらず密度がめちゃくちゃ濃い。めちゃくちゃ濃い。もうリンゴ食ったら中に蜂蜜入ってるレベルですね。もうリンゴガリって食ったら、あれみたいな、甘ーみたいな。もうそんなイメージですわ。ということでね、煉獄とスクワットの後は、約束のネバーランドを読みたいなと思います。ということでね、皆さんも、トレードね、頑張っていってください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあバイ、See you!